ですか、水瀬さん。というわけで、今回でちょうど半年ですかね、6回目ということで、そうですね、前回まで私の引きがものすごいことになってましてね、プラス7572枚合ってました、7572枚という結果にもなってまして、あと2500枚ほどでプラス万枚ということで、今日は記念すべきね、ゲストさんがやってくれるかななんて思ってますけれども、さあ早速来ていただきましょう。こちらの方です、どうぞお願いします。どうもこんにちは、松本町でございます。ちょっと今日もなんかテンションがまたちょっと違う感じ、荷が重いです。ちょっと無理ですよ何回共演しても勝ったことないじゃないですか。だって私がでしょ。私もですよ。そうですよ、僕もそこそこいいように見えて、皆さんが負けすぎるから僕が軽症に見えてるだけ、いつも。7000枚、7572枚、今プラスすごいっすね。ですよ、珍しいことか。しかもなんか自分で出してるらしいじゃないですか。そうなんですよ、この番組ね、はい、ゲストさんに趣旨ぶち壊してないですか。私を満足させろって番組なんですけど、もう満足させてますからね、ノリ言ってるんでガチで逆にご奉仕してる。もう前回ちょっとずつ格好がメイドに寄っていくとかそういうことじゃない。大丈夫です。それまたなんか違う曲のやつで終わっちゃったやつなんでならいいです。いやーそっか、結構でも僕ちょっと皆さんにとこ一緒に打つだけですみたいな感じでお誘いいただいたんで、ぜひぜひなんて言って、ちょっとその後番組チェックさせていただいたんですけど、これ僕 M じゃないですよあれこれちょっと、ね、俺もオープニングとか見ててあれこのテイストまずくないかと思ってでも、まあ、M じゃない人も出てるんです実は。あ、そうなんですか、はい、ならいいんで、僕が見たからたまたま嵐さんが出てきたから、そうです、ね、あもうダメだと思ってこれもう一番の M の回を見ちゃったんですね。ね、男の本会ですって言ってましたもんねいい言葉使わなと思って見てましたけどちょっとじゃああれにします。最近マイルドにします。コーベース AT 機もたくさん出てますし、コーベースにしますの方がいいんじゃないですか。そのすごいいいです、そのなるべく減らさないようにみたいな姿勢いや、まあ、絶対減らしちゃダメです。1枚も減らさないでください今回。1枚も減らさないでください、はい、すごいっすねもう朝一発目いいっすかってなっちゃいますよ押していいっすこれって終わりますよっつって。わかりました、なるべくじゃあ、頑張ります。満足させてくださいっていうのテイストの番組なんで、はい、いろいろとトークとかも、トークとかも満足めんどくせえ全部ね、分かりました、視力を尽くします。じゃあいつもの行こうかだからね、こういうのがね僕は全然聞いてなかったんだよな。今聞いてくる、行きますよ、せーの、いった、つかみましたもういって今までで一番ガチだ、マジですか。みんな演技っぽかったんだけど今ガチです。今回収録にご協力いただいたのは千葉県柏市にある日の丸新柏店さん。パチンコ260台、スロット216台を設置している当店は安心、楽しさ、遊びやすさをコンセプトとし、お客様にゆっくりとご遊戯いただける環境をご提供できるよう日々努力しております。皆様のご来店お待ちしております。実践ルールは2人の乗り打ちで、プラス分の出玉は水瀬さんのもの。その日の収支など総合的な判断で水瀬さんが満足いかなかった場合はきついお仕置きが待っています。それではマジですか水瀬さん、実践スタートです。悪い誘惑が来るんでなるべく当分しましょう。もう角1角2行きましょうよ、はい、怖えな。大丈夫ですよ、僕苦手なんだよな。出る気しねえんですよ。本当っすか。じゃあ奈良王教、奈良王教ってもう入りからもう番組趣旨どこ行ったみたいな感じだったんですけど今日習います、北斗よしやろう、ここにしよう。はい、それでは何それ自信いきますよ。はい、わかりました。出すんでしょ。出します。1枚でもプラスにするんでしょ。はい、頑張ります。お願いしますよ。すいません、なんかウエハースみたいな服着てて僕ちょっと自分で写ってるの見たら お菓子みたいな服着てたえ、北斗シリーズそんなに好きでしたっけ。北斗シリーズ大好きですよ、初代から。そうなんだ。
やっぱちょっとゴッドの色がしばらく強すぎて。あー、まあ、北斗シリーズも、まあ、順序だって負けてるんですけどね、まあ、前世勝ち負けみたいな、はいはい、前作の転生は軽自動車帰るぐらい負けましたし車ね、車ですね、車レベル。そうですね。でもちょっとあれだな、今日はもう一回決めたからは北斗で出したい。出るからで一回覚えちゃえばね、やっぱイメージだと思うんですよね。パスラも私このライン2、3000前がめちゃくちゃ頻発してるんで、回数回数そのぐらいは簡単ですよ。連チャンするんすか、それとも、まあ、私はやっぱ一発で乗せるの、あの北斗ランプで千何百乗っけたりとかそういうやつ。うわ、いやいや、まずそもそも北斗ランプどうやって引っ張ってくるんですか。とりあえず、まあ、20連すれば一発引けるんで。なるほどね、ポイントを減らすということだそれがもう、チャンス目とかね、強チャンス目とか AD 中に引いてどうにかエピソード持ってって。長嶋さんと話してる気分だもんな。いや違う、こうやってこうよみたいな、まあ、こうやって打てば打てるでしょみたいな。お前だけだよ、打てねえんだよみたいな。こっちは打てねえから聞いてんだよどうすかな。じゃあ目標、万枚まであと2500枚ぐらいでしたっけ。そうですよ、早いな。よろしく頼みますよすげえな、順調だな。だって私が出した枚数だけでも2万枚超えてるらしいよ私一人で出した。誰だ足引っ張ってんの誰だ、ゲストだゲストいやね、ちなみに嵐さんと誰ですか、負けたのは。あ、でも嵐さんだけ。あ、じゃあそのカイザーバカ野郎、あ、カイザーさん負けてんだ。5万3000負けてんぞあいつ。直属の2人じゃないですか。5万3000使ってんのか、よりによって。ほんと活躍しない、こいつ。この後また私の違う番組呼んだ時に乗り打ちしたんですよ、また使って私3000枚出すみたいな。何なんだよ。すいませんすいませんって言ってましたよ。いいな、皆さんどうしてもどんどん金が増えるなーってお前ブロックアイスなんですあの人も強烈だからな。強烈ですよ、だって私がねトイレ行ってる時に水飲んでたんだよ、私の水どう思います。いや、それは何それは何、どういうことですか。わざと関節キスだってやべえな、マジでやばいでしょ。カイザーさんやばいっすね確実にケンシロウがいたらケンシロウに飛行一発で吹っ飛ばされるやつだそう、スパーン、やばかったよあれは本当。しかし当たんねえなこれね、行くとこまで行っちゃうんじゃねえかな、マジでおかしいな、いつもこんなことないよ。そこはね、それはね、ほら2人がそうか合わさると大変な負のオーラがね、やっぱね、そんな気がしたんですよ。やばいな、今日制作サイドすげえ焦ってると思う今ね。だからね、僕はね、なんかいやもうこの番組絶好調でみたいな雰囲気朝から漂ってたんで、いや僕はこの雰囲気がすでにもうあのフラグな気がしてならないなだからね、ちょっと僕あまりにもあれだから、コイン持ちいいね AT 機は収録では控えようかなと思ってたんですけど、今日久しぶりに北斗にチャレンジということで、一人だったら控えた方がいいかもしれないけど、2人だからさ当たるかなと思ったの。確かに2人だったらいいですね、倍だもんだって当たる可能性が。そうなんだけどな、2人でもう1000ハマってて、2人でもういわゆるね合わせて1000ハマりですから。早いなこれ。重いスタートの中、やっとバッチさんにチャンス到来。そういうこと。おい、並べ様来た、こっちから押そう。来た、9回目、9回目です。ケンシロウっぽい話し方したから多分大丈夫。お、何のギター音だこれ。なんだ、誰もいないぞ。あったじゃない。ああ、おるやろこれは。うん、むむむむむむむ、カビラさん。いやいやいや、カビラさんじゃないむむむじゃなくてカビラさんではないよ。違う、こんな大事な場面でいかない大してうまくもないカビラさんのモノマネ入れないですわあ、
今なんか指ポキしたな今。嘘。大丈夫です。第3で。はい、よいしょ。早い。早い。今まで何だったんやーっていうぐらい。いやー。やっとだー。1時間半かかりました。投資が19です。北斗北斗。そのことあるんすか。あるある。青、ブルー。いいじゃない。色がついてるだけパッチですよ。ポジティブ。だっていつもは白だもん私基本は。白だろう、そんなイメージなのに勝つってイメージあるんすね。何が違えんだ一体俺と。上乗せだよ上乗せ。あらら強水化から龍が100以上ですね。これ勝ちゃほぼ 50% 頑張れ。これやると1万円。300欲しい。頼む理由が100はやめてくれ。もっともっと。いやーぴったりかい。やべ右の台ジャギスタートだよ。ほんまや。あっち座ればよかったの。じゃあこれ、当たって定格スタートだったらもうあっちにどうしようって私思ってたんですよ実は。このタイミングもなー。そうよろしくないね。もう大丈夫。一回当てて終わらせなければいいんです。確かに、そうすれば設定さんって関係だよ。1回目のバトルは、よーし何で行きましょう何で行きましょう。きたー百列拳か百列拳。お、ブルった。あ、まだ早い。ブルット早い。500度食べますよ。おおもうおお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 頑張ってますよ。まあ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 、ワンセット400枚は。まあまあまあ。ジャギに落ちたもんな右の台。右ですわ。しかもジャギスタートだからね。朝もね。今のところあもう6っすねもうあれ。160点ぐらいの敵ですね。マジっすか。ちょっとハマってやめないかな。あんなスタートあんのかよ。やめないかなこの人。でも公約計算してないし倍それやってないよね。やってないですね。可能性やめる可能性全然ありますよ。可能性はございます。1000超えてましたよ気がついたら。天井ありますね。行ったこと1回もないです私天井。1回もないこんだけ打ってて。だから負けてないんだね。うわとここで水瀬さんが中段チェリーを引きました。あ外れんなこれ。もう外れる気しかしないからね。ほら見て、ほら見て、ほら。確かにもう何個目なんだっつう話ですからね。あ、いった。嫌がらせかな。リンゴリンゴ。リンゴ。缶はいらない。おお。お。誰今。え、バットこんな重いも持ったの？バットが落としたんすか？バットが馬を落としたよ。いや違う。バサーンってなんかだって国王の足があってバーンってつまずいて。あ、これでぶつかったのか。そうじゃないですかね。いやそっから出てくるってやつはちょっとだ。やっぱりね北斗南部からスタートしましょう。ね、ビッグマウス AT はね本田圭佑か水瀬美香がぐらいの発言ですよ今のは。いきますよ。はい、お願いします。そんなわけないだろう。俺引いたことねえっつってんだからで動くから。あまあまあまあ、まあ、たまにはこういうこともあります。たまにが見てる人であのそうなのってなって言えろと言ってたんで頑張れるね。おーおーえっ、おだそれ。これはな俺のもあるな多分。お、お、
がいい。ケンシロウも喋ろう。素晴らしい。よし、単発じゃなかったぞ。お、お、特殊攻撃 しますか。ということは100以上。あ、特殊攻撃じゃないわ。あ、隠れつけた。でもブルレブルブルしろ。あ、110。まあ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 、お見事。一方のバッツさんはヒデブを55個貯めてバトルに発展。さすがに大丈夫。あー、もう鉄板。ありがとう。ありがとうございます。よし、オッケー。持ち込みのまます。あ、黄色だ。頑張れ黄色は。意外と希望持てる。意外と頑張れる。ゴーゴー。もう 50% なんてこんなもんよ。ヒーローラ単発。おえおえ。ただな、チャンスゾーン入ってるからな。でもその代子役も落ちるし、まあまあ、ね、悪くはなさそうですけど、ね、僕のはまだ全然希望持てると思います。さっきあのちょっとタバコ休憩させてもらってる間に、まあ、あのトークメインの番組なんで、まあ、今別にあの大丈夫ですって言っていただいて、はい、あとはあの水瀬さんを満足させられるかどうかですって言われましたね。あんな底なし沼のような日本中の欲を固めた象徴のような。ひどいなその言い方。欲の化身じゃないですか。日本人の欲から生まれた化身とかではない。ひどいひどい。そんなことはない。全ての利権を牛耳ろうとしてるとかそういうことだね。そんなことだね。そろそろガロ打ちたくない。ガロ突然の北斗で3万入ったらガロ打ちたくない。やべえ、もうルート分かりやすすぎるでしょ。一回さ、ガロ打って、はい、一番パス出して戻ってきていい。何その漁師みたいな考え方。足りないから。ちょっと今日はね、上がりが少ねえから、これ足りねえ、3枚じゃ足りねえから、ちょっと一回1本マグロってくから、ってくるか、1本だけ釣ってくから、海の男みたいなパスの打ち方するのやめられないですか、これ感情が足りねえからなっつって、止めはしないけど、話が盛り上がる中、バッツさんは追加投資へ。まあ枚数的にはそう。おっとっとい、やい、聞こえたな。聞こえた。行きます。早いな、おい。影響されるのが早い。やっぱね、ゴッドテンパイ音が聞こえたんですよ。二人で気になっちゃった。おーなんつってめでたいな。あの音は奇妙だよな。汚ねー。あれはもうアドレナリンがね、裏の島まで聞こえますからね。こっちですね。うん、デロリロリン。あれ、もうお金入ってないの。うそー。やばいやばいやばい。なんでやばいっすよ、もう今の。え、もうお金入ってないのって、すげー哀愁出る発言っすね。もうなんか ATM の前でATM の前でね、その ATM でそんな現象が起きたらやばいでしょ。もうお金入ってないの。どうやって生きていくの今後。哀愁出る発言でしたね。一応右がお湧きになりましたが、879で見ましたよ。移動しちゃいますか。移動しましょうか。そっちの方が明らかにまあプラスではありますね。そうですね。稲瀬さんがじゃあこのまま右に、はいはい、もうあっちの台だったらバシバシ当たるよ多分。
私期待しちゃっていいですか。さ移動しましたよ。大移動が終わりましたと。大移動して早速、ほら見て、おお、ほら見ちゃうわ。これは流れ変わりましたわ。変わりましたよ早速。あー使っちゃったかな。 おやおやおや、もう一発、もう一発、あららら、ほら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 、もう一発、これは当たりましたわ。これは当たりましたわ。やっぱこれ6だな。あー出た、早い、わずか15回早い。設定制作完了。一方のバッツさんはレア役を立て続けに引いて、よし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 、よし、あー出ちゃって、任せてください、もらった、ほら、おどっせい、5、さあもう1ゲームで30だもんな。これはあるぞ、100あるぞ。待て落ち着け、待て落ち着け。お追加投資1000円、さっきの台と合わせて9000円。これは流れ変わりましたわ。変わりましたよ。最初の2ゲームで30までいって結果45。よくあるパターンだなそれ。あかん、うわー際どい、あ頼む、シュー手加減してくれ、やめろ、あやめろ、ナイス、もろだ、あーおー、あー危ない、やった、ナイスパンチ。白、2人で白、白、おお長押し、おお見て見て、出た、やば、おいくつだ、おいくつ、まさかの6スターのまさかね、ブルってるブルってる、500いけ、もう500でいいっすよね、もう500でいいよ、もう久しなくていいからもう500でいいよ。200回なんだよ、もうちょっと欲しかったな、300以上は ね期待したんですけどね。よーし、よしよしよし、まあ、これはセーフ、これは大丈夫、大丈夫大丈夫、雲動いてなかったらやばいよ、これはだ、これはだ、さすがにケンちゃんもそこまでやばじゃない、さすが大丈夫、さすが、おい、あららやばいパターンだそれは、そんなはずないだろう。もうおかしいな、弱いな、弱いな、あジャギだ、でもお、いいじゃないですか、やっぱ悪くないんだなきっと、79% 外したくないな、おー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 、あら押しないぞ、おーおー、やばいぞこれ、おーおーおー、ダメ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 、出すなよ、ダメ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 、スタンバって、やめてよリンちゃん、スタンバって、こういうのでね 79% 嘘だって思っちゃうんだよね、リンちゃんスタンバって、これはねちょっと、ま、いますよ、リンちゃん、オーケー、おお、白オーラだけど、マミヤさんの方が豪勝派のあれなんでね、継続率質差には関係ない、パンチやられてユリアだったらいいのか、だったらてっぺんじゃないですか、確かてっぺん上から2個か、そうですね、3以上とか、よーし、おー上がってきた、特殊攻撃しろ、無理、パンチ50か、じゃれ合い、50だ、じゃれ合いですね完全に、ああまあまあ、ガシャーン、あーらー、あー仲良し、仲良しだな、あお、あれ、お、今一瞬暗くなったんで、なんだろうと思って、
ってる、途中で引いてないのに追撃があんの、意味わかんない、何が当たったんだろう、ねえ、え、初めて見たこんなの、どういうことなんだろう、外れで 乗ったとかあんの、意味が分かりません、レアク引いてないのに、だー意味が分からないのに出るやつ、赤だしかもわー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 、揃うでしょ、赤なんか見たことないよ、私僕も初めて見ました、挟んじゃっていいですか、あー出た強気、はい来たしてみない、嫌です、嫌です、トキさんお願いします、当たりよ、まずはケンちゃん、ズイはやめて、大事だな、おい、あやっちゃいそう、危ない危ないです危ないです危ないです、今危ないです、今ちょっと一旦危ないですいよ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 ですね、剣ですよこれ、流れ悪くなって出も出しの類、おお、ほら流れ変わった、来た来た来た、チャンス目、来た来た、わあお上手、230、この後です、ここか、ここですよ、いきます、どーめー手入れてた、450ですね、ちょっと少ないな、2連もしてんのに、いや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 、レイアップがね1回チャンス目だけだったからな、450十分っすよ、そうですか、やっぱ4桁いかないと、ここは4桁いかないとダメでしょ、目標が高えよ何回か言ってるから、だからですよ、相性いいんだな、うめえ、マジで入れたというわけで前半これで終了ということでね、いやいやすごかったっす、流れ変わったところで、いやもう本当に綺麗に変わりましたね、変わりましたね、台が変わるとここまで変わるんですよ、こんなことあるんだなと、楽しみです後半、ちょっと待って、私企画趣旨を考えてください、全身全霊で、応援させていただきます、もう最悪はペアシートを用意する勢いです、後ろで綺麗なこの弾みを姉さんさすがですまあとりあえず後半ね、とりあえずプラスに持っていきましょう、そうですね、悪くなさそうな台なんで、はい、そう台はね、そうなんで、はい、頑張ります、今も頑張りましょう、はい、というわけでこれにて前半は終了です、また次回見てください、さよなら、バイバイ、次回マジですか水瀬さん、ゲストに松本バツさんを迎えての後半戦、北斗で出せる自信がないバツさんは相変わらず水瀬さんにおんぶに抱っこな展開、そんなバツさんを横目に見つつ水瀬さんが見せ場を作る、しかしバツさんも黙ってはいられず渾身の北斗揃いが降臨、万枚到達がかかる、次回マジですか水瀬さんはどんな展開になるのか、いや分かんない、倍だよ、あと倍